三浦光雄は日本の撮影日誌である。日本映画撮影者クラブが1956年に制定した三浦賞に名を残す。初期名、三浦光雄。1902年10月25日、宮城県に生まれる。旧姓、私立商工中学校を卒業し、1920年、開業とともに日活向島撮影所に入社した。1923年、 撮影日誌に昇進、記録に残る最初の技師作品は、1925年5月31日公開、五所平之助監督の、空は晴れたり、で、当時は三浦光雄名義であった。1931年9月、鈴木伝明、岡田時彦らと共に、松竹キネマを退社、富士映画社の設立に参加。 鈴木重吉監督の映画涙ありの撮影を務めるとともに、三浦光夫と改名した。1933年、日活渦正撮影所に移籍同じ鎌田出身の牛原宇都彦監督の未来花前後編の撮影を務める。1934年、日活渦正の現代劇部の移転に伴い、日活玉川撮影所に移動。 鈴木十吉監督の仕様を手がけるが、間もなく、鈴木と共に、日活を退社、振興キネマと提携する、入江過去の入江プロダクションで三作の撮影に参加する。1937年、入江プロダクションが、PCL 映画製作所と提携制作した、成瀬みきよ監督の女人愛愁を手がけたのを機に、PCL に遺跡、1937年9月10日の、 合併による東方映画の設立以降も東方映画東京撮影所に所属した。1947年、五所平之助監督の今一びのが多くの賞を受ける中、第2回毎日映画コンクールで三浦自身も撮影賞を受賞した。1954年には第4回ブルーリボン賞撮影賞を煙突の見える場所ガンで受賞した。 1956年10月24日、死去した、満53歳没。同年、第11回毎日映画コンクール並びに第7回、ブルーリボン賞で、同年発表の、白婦人のあやかし恋、猫と肖像と二人の女を対象に撮影賞を没後受賞した。同年、第7回芸術戦賞を没後受賞した。同年、新人の撮影日誌を対象とした。 三浦賞を日本映画撮影者クラブが制定、同クラブの更新、日本映画撮影監督協会がこれを現在も引き継いでいる。ありがとうございます。